新太郎は、日本のシンガーソングライター、ラジオパーソナリティ、山梨県甲府市出身。富士山をテーマに書き下ろした、白い風ソルトレークオリンピック全国民放ラジオ、統一テーマソングや、バンフォーレ甲府公認応援歌、GoToTheTop 等で知られている。貝の国総鎮後、武田神社と日本穂高の統制の際、暗宮として設けられた。 坂折宮にて歌奉納を果たしている。甲府市立全遊館小学校校歌、作詞、作曲。山梨大使、八ヶ岳天空大使、両官皇太子就任。山梨国分祭2013夏のステージ開会式典にて、皇太子殿下前にて歌、白い風を披露。天皇陛下五足位奉祝山梨県民大会にて、奉祝曲を歌唱、演奏披露。 中学3年生で学園祭デビュー。休み時間には同級生と共にギター片手に熱唱していた。山梨学院高等学校では野球部特待生として所属したが、甲子園出場経験はない。山梨学院高等学校野球部コーチ時代に甲子園の土を踏み、甲子園球場を練習にてノックでセンターバックスクリーンに3連発。阪神タイガースのバース。 掛け岡田以来の3連発だと、野球雑誌にても取り上げられた。野球部寮生活の中、弾き語りライブをしていたところを、当時の野球部監督に見出され、ヒットメーカー悪友に引き合わせた。卒業後、音楽の勉強をしつつ、母校の野球部コーチに就任。1994年コーチとして、甲子園出場。3年間のコーチ生活の後、 長崎歌謡祭に出場し、サンミュージック愛澤秀貞からスカウトを受ける。ストリートライブからホールワンマンライブを重ね、自主制作 CD、Get Your Dream 発売。この頃からラジオパーソナリティとしての活動も始めている。2010年外の国総沈後、武田神社、紅葉マイノードにて、初の奉納ライブを取り行い、武田信玄公への奉納を果たした。 2011年、山梨県甲府市の藤川小学校と宅尾小学校が統合した新設校、甲府市立前有敢小学校の校歌の作詞、作曲を手掛ける。同年、フォークジャンボリー・イン・岩見沢ファイナルに出演。2012年に、山梨大使及び、八ヶ岳天空大使に就任。翌2013年、日本タ高の統制の際、暗宮として設けられた。 坂折宮にて歌奉納。山梨国分祭2013夏のステージ開会式典にて皇太子殿下前にて歌、白い風を披露。2014年には敬愛する松山千春のステージにて恋を一緒に歌った。アマチュアミュージシャンへの出演の場を提供する街中ステージの企画運営をしている。イベントも含め、レギュラー番組の未記載。 単発番組は除くレギュラー番組のミキサ単発番組は除く。ありがとうございます。